こんばんは、大変ご無沙汰しています。集球出版社月野木沢と申します。あえっ、ー、と今日はですね、えー、約90年前のですねラジオの紹介をしたいと思います。えー、こちらがですね今映ってるものがあのー、ほぼ昭和2年頃のものと思われる。 もう鳴ってますけれども、あのー、出力はね多分 0.1W くらいなんだと思うんですけどねでももう十分な音が出ますね。でこちらはですねこちらのラジオはですね、あのー、2級式になります。 2級式というのはですねあの大正時代に発売されてます UX、後で紹介しますけれども UX201、えー、と, UX という真空管ですね、夏管ですけれども、そいつを2本使った構成です。 こちらが同調で,でこれはあとで説明しますけどもレオスタットというものですで。これは何かというとヒーターの電圧をです、ね、調整することによって原因を変えます。まあ、これ例えばこの状態で あのヒーター電話を下げると、あのー、音量が下がりますので、まあ、ボリュームの代わりに使いますただし、あのー、これも後で説明しますけれども。あのー バッテリーが6.3ボルトのバッテリーをです、ね、ヒーターあフィラメントのです、ねあのー、電源に使ってますので上げすぎちゃうと、あのー、真空管を痛めてしまうという恐れがありますので,でもこれはあの5ボルトできっちりやるという形になろうかと思います。でこちらがです、ねあのー、再生ですね。おなじみの。 あの再生つまみですねでまあこれでラジオを聴くということになりますで感度的にはですねあのー、今でも十分にアンテナさえきちっとしたアンテナを使えば使えますただあのー 今の,です、ね、あのポータブルあのポケットラジオよりはやっぱあの悪いという形になりますただ2級式でねこれだけの感度を出してますんであのそれなりの,あの当時のテクノロジーで作られたものだと思いますでこれがですねあのこれみそなんですがこれオリジナルではありません あのレプリカになりますけれどもあの本来ですとこれ心のところがですねあの、マグネチックスピーカーというかマグネチックでですねあの、鉄板をですね、振動させるものになるんですがそちらがですね、残念ながらあのユニットの部分が失われてました。したがってですね、今回あの 3センチのダイナミックスピーカーを中に入れてですね。あの10キロオームのトランスでドライブしてます。なので、あのここがね。あの少し残念なんですけども、これがもしオリジナルだとするとですね。あのキンキンとした。もっともっとキンキンとしたですね。あの音質を届けられたのに、ちょっとそこ,そこだけがね。残念です。 はい、ええー、とそういう形でですね。ざっと説明しましたが、これまず。電源はですね。なんと電池で動きます。で、こちらがですね。あのヒーター用の？ ボルトですねでこれ、当時はですね、あのー、これも最初入手してからですね、あのー、通常の AC で動かすようにしようかなと思ったんですがここはあえてオリジナリティにこだわりました、でここはあの当時ですと6 3トの4 0アくらいの電池使っていたと思うんですけれども。 えっとこれで UX2012 本で,です、ね、約0.4アンペアちょい流れますなのでこれは4.5ア、ah、ンペアアワーの電池ですけれどもこれであの10時間で40アンペアくらいですと、まあ、1か月くらいは持ったんだろうなというふうに思いますでこれがこれでヒーターですねあのヒーターフィラメントをですねこれでやってます で昔の方はですね、あのー、多分この大正から昭和初期の場合はどうしてもですね電動、あのー、線で動かす電動、まあ、線であのヒーターをつけるというのがですねちょっと大変な技術だったと思うんで、あのー、電池で切ったと思います。で当時はな私知りませんけれども あの当時の書籍を見るとです、ね、電池であのバッテリーの充電屋さんというのもラジオ充電屋さんとかラジオ屋さんでバッテリーの充電もしていたというふうに書いてありますで多分1回充電すると今の金額換算で5000円くらいは取られたんじゃないのかなというふうに思います。はい、で次がです、ね、これはあの真空管ラジオですんですの電源 当時の真空管ラジオですから対立電源というわけにはいきません。でこれあの真空管のプレートに加える電圧これはあの B 電圧と言いますけれどもこれをですねあの別ド用意しています。 これは当時も、あのー、これの真空管 201A の場合はまああの鍵盤に45ボルト A 風ド服で90ボルトというのがですね定格になってるみたいですけどで一旦こちらのラジオは45ボルト単一になってまして、あのー、90ボルトなしでですね、45ボルトで動かすようになってますこれ単純ですあのー、これはこのためにですねあのー 積層電池ですね。あの 006p の9ボルト電池をですね。5個入れてありますんで、これでえっ、ー、と実際実測値ですけど、このラジオでですとですね。約 3mm アンペア程度なんで、あのほぼあの100時間以上は持つんだと思います。なので、あのほぼほぼですね。 これ,一回これのラジオを修復してから1回も電池を変えずにこれずっとこれで聴けてますんであので十分かなと思います。 当時もですね、22.5ボルト、45ボルト、あと67.5ボルトですか、えーと、そういった電池がですね、売られてました、あの積層電池という名前で売られてたらしいんですけれども、あのーまあ、それが乾電池として、ですね、ラジオ屋さんで買えたんだと思います。で ただ、先ほども言うように引いただけは、ね、あの乾電池でやるとあっという間になくなっちゃうのでここだけはバッテリーを使わざるを得なかったんだろうというふうに思います。で、まあ、このあとですねあのまた次回,次回というかあのつあの別の機械でですね あの紹介したいと思うんですがあのー、これ当然あのー、ac 伝統宣伝号区になりますそれがあのいわゆるエリ,エリミネーター型というラジオになるんですがあのー、まあそこだけのですねあの編、ー、成の方はですねまた別途紹介したいと思いますはいまず電池ですねこれあのー それで電池はですね。あのま外付けんでんこれを。はい、それでこれがすごいんですね。あのー、電源回路は電池なものですから。これあの真空管ってスイッチ入れてからしばらくしてから動くというイメージが多分皆さんあると思うんですけど、これはあの直熱管かつ電源があのー、電池ですから、スイッチ入れるとすぐ。 あの聞こえます、まあ。トランジスタラジオとほぼほぼ近いような感じですね。でそこら辺がですねあのちょっとあの真空管ラジオとイメージが違うんじゃないかなというふうに思います。でこのあとですね実際にこの中の方を紹介したいと思います。であと操作面ですね。 選曲すするかとということです、ね、こでねれはあの今あの文化放送ここですと文化放送が強く入るんですけれども一旦これ例えば NHK なんかをやる場合はですね一旦再生をですねで微妙なんですけども再生をかけていくとちょうど B って鳴るところがありますんでそこで回していくとですねあの放送があるところがですね B トーンで聞こえてきます。 でビートオーンで聞こえてきたところでですね再生と同調を合わせていくと。という形の操作になります。これ多分第2ですかねはい。 えとそういう形で,です、ねあのー、調整できますでこれ電源スイッチここなんですけれどもあのこれトゴルスイッチに見えますけれどもプッシュですあプルスイッチですでこれあのー、ただ単純に電極がひ、あのー、引っ張るとくっつくだけっていう形になってあとであれ、あのー、お見せしますそういう形になってましてで、あのー、ここはですね、あのー、いわゆるマグネチック のヘッドホンというかですね、レシーバーですね。これ、今のやつ使うと多分壊れると思うんですけれども、 マグネチックタイプのレシーバーもしくはマグネチックスピーカーです、ね、をあのここに挿すようになります、ここを直接 B 電圧がかかりますんであので、まあ、この場合 45V ですけれどもで一旦ここを通ってです、ね、真空管の方にあに電圧供給するとで真空管の電圧の変化で,です、ね、スピーカーを鳴らすという形になります。はい、だ